今日までに今日で俺のツアーも終わるんだけど、その間に俺も含めて俺やメンバーやスタッフや俺たちも今日ここまで苦労にみんな涙を流してきた。俺が学校辞めた時も友達とみんなが集まって俺が辞めてから俺の友達が続けて3人も学校を辞めてしまった。そいつら一人一人が辞めるたびに俺たちは集まって、そいつはすごくナンパなやつで、まあ日頃夢だとかそんな言葉を口にしないと思う。だけど涙を流しながら夢やこれから自分が進んでいくべき道を熱く語っていた。いつも涙を流すとき、この涙が果たして希望の涙なのか、それとも何かを後悔した涙なのかって自分に問いかけてみる。多分両方なのかもしれないけど、他人が涙を流してるのを見て何か言ってやれるほど自分はいい加減になりたくないし、ただ心から願うのは流した涙がそいつの人生にとっていつか必ず笑って喋れるような報われる涙になってくれることを祈っている。奪い合ったり傷つけ合ったり、もっと優しく、もっとそんなことに触れず、人がつく嘘の一つ一つを僕が考えていくたびに、なんだか僕の純粋さはいつも傷つけられていくような気がするんだ。もし君にもそんな気持ちが、そんな経験があるなら、一緒にそのことについて考えてほしいと思う。そして、決して何かに流されたり、僕らが教わってきた一つ一つっていうのは愛だったり正義だったり、そして僕らが経験して学んでいくことっていうのは強さだったり耐えることだったり
そんな矛盾の中の一つ一つを、もし君にそんな問題意識があるなら、そんな難しいことで、そんな難しい言葉で言う必要はないのかもしれないけれど、一緒にじゃなくても考えている君を僕は見てみたい。そしたら触れ合う中で傷ついたり、何かを失いそうになったりする中で、一つずつ優しさや、そんな今ある言葉で説明がつくようなことじゃない、もっと奥深い精神的なところにある愛、もしくは根源、その流れ、その力、そんなものに触れ合うことができたらって考えている。一昨日の夜、俺は実家に帰って、夜中実家に帰ったんだ。サラリーマンの兄貴と親父は夏休みなんてあるわけもなくて、それでもたまたま休みが一緒になって、親父と兄貴はちょうど夜中までずっと夜通し飲んでいた。親父はやがて控えた定年の話をし、兄貴はもうすぐ結婚する、そして俺は兄貴に最近うちの子はどうだ、そう聞いた。そしたら朝が来て夜が来て、ただそれだけだって。そんな街の中にも俺の思い出はたくさんあるんだ。何かを大切にしようと思って作り上げようとしている愛という言葉を借りるなら、愛、それを誰もが祝福し合っていけるような、そしてその祝福されている愛は全てを幸せにしてあげられるような、これは現実逃避とは違うと思う。いろんな解釈、いろんな角度で、そんなことを考えていくと、
ラメや、そしてまた勇気や、すべてが生まれてくるような気がする。だから僕は流れのために、そしてその流れを逆流させてしまおうとするものに対して歌い続けていきたいと思っているんだ。幸せになったの。